お疲れ様です。お疲れ様でした。スパイク大丈夫ですか？失礼します。これがエスコンフィールド第1号のボール、はい、なんかボールだけ見ると見てもなんかちょっと分かんないですねいやでも結構飛んでくれましたね。やっぱ狙ってました？もちろん、はい、狙ってました。実際打ってみてどうですか、今の気持ちは？いやー、やっぱ歴史に、エスコンの歴史に名を刻むことができたんで、すごく嬉しいです。今回あのオープン戦での、まあ、1号ですけど、はい、やっぱり狙うは公式戦？そうですね、もちろんやっぱりそこを目指してやってるんで、もう本当公式戦でしっかり打てるようにまだまだ精進していきたいと思います。そうですね、本当僕の持ち味を存分に出して、僕のホームランでファンの皆さんを喜ばせてあげられるのが一番だと思うんで、勝利に導くホームランをこれからも量産していきたいと思います。執念。